しっかり豚の脂の甘みも残せるし、肉の柔らかさもあるし、燻製で辛くてっていうのが俺はもう好き。普通の豚とか牛じゃない感じがする。でもその癖が好き。ゴリ沖縄ーインセナガジーマー。気持ちいいな、我々が今夜泊まる瀬中島ホテルでございます。で、今日の企画教えてください。あの海かじテラスっていろんなお店あるでしょ、はい、食事どころもあるし、はい、その中で従業員の方がおすすめしてくれた、はい、燻製とかのウインナーとかが食べれるお店行ってみたいと思います。ゴリさんめっちゃ燻製好きじゃない。好き。まあ、ゴリさんがもうなんかイブされてるみたいな感じだもんな。そう、イブサンローランだもん俺。やばいな、なんて言ったんだ俺。じゃあイブサンローランさん行きますか。イブサンゴーランにして。これじゃない、うん、いや真横でソーセージ燻製バル。ここお店の名前なんて言うんですか。クローズド東京です。あれ、あ、東京、元は東京にもありますね。秋葉原と上野にも1店舗つある。はいはい。燻製のソーセージが美味しいと聞いたので、あ、ちょっとおすすめのソーセージと燻製をもう何でもいいから勧めてください。はい、何が一番いいですか。そうでしたらソーセージのこちらの盛り合わせの3種と、はい、あとは燻製の盛り合わせの3種、こちらがおすすめかな。こちらがいいと思いますね。で、必ず生ビールを3つください。かしこまりました。ラージサイズでしょ。はい、3つお願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。久しぶりの沖縄3人旅、乾杯しましょう。カリーカリー。いただきます。いや、こんなうまい。いや、知らなかった。こんなうまい。こんなにうまいって知らなかった。場所がそうさせるな、これ。ビールってこんなうまい。ちょっとカメラ持つんだろうなってきな。持って持って持って。ちょっと いろんなテラスで持って持って持って、いろんなテラスでみんなビール飲んでる。うわ、ビールいいな。うわ、みんな楽しそう。背中島でこうやって飲んで泊まることないっすよね。ないない。だって基本沖縄人泊まらないよ。沖縄人、うん、だって家あるもん。家あるもん。沖縄人は泊まらない。何その言い方、俺が沖縄の人じゃないみたいな言い方して。俺だって19年沖縄住んでたんだぞ、うん、で東京31年だぞ。東京の人じゃん。はい、東京の人です。来た来た。うわ、嬉しい。これはうまそうだ。こちらが燻製の3種の盛り合わせですね。うわー、ホースハムで、こちらがパンチェッタ、ベーコンですね。奥がチーズですね。で、パンチェッタだけ、ご提供前にソテーして、温かい状態ですね。先にパンチェッタから食べていただいた方がおすすめですよ。あ、好き、はい、好き。ありがとうございます。イブサンゴーランさん、お願いします。そう、見てイブしてる。もうイブサンゴーランとしてはたまんないよね。もうこれもベーコンの燻製とかも好き。いただきます。間違いない。ベーコンも焼きすぎてないから、肉が硬いわけでもなく、脂身がカリカリになってね。しっかり豚の脂の甘みも残してるし、肉の柔らかさもあるし、それ上であのイブサンゴーランしてるからすごい香りもいい。うわー、イブシベーコン間違いないよね。合ってます。ちょっと行ってみて。じゃいいですか。行ってみて。いただきます。ゴーラン。イブさんじゃなくてゴーランの。ゴーラン、うまい。うまい。柔らかい。ビール合う。合うっていうか、いる。あー、もう絶対必要。うん。お、一人で行った。もったいな。もったいな、こいつ。うまっ。いい顔すんな、お前。新橋の駅前の人みたい。でも、これは
危な。来た、主役来た、主役来た。主役来た、主役来た。うま、手前がローズマリーとニンニクを使った、ローズマリーガーリック、はい、真ん中が、ドイツの伝統的な白ソーセージのバイスブルスト、つい最近あのモンドセレクションで金賞をいただいたソーセージですね。奥のものが、サルサソーセージ、辛いやつ、ドライトマト、ピーマン、玉ねぎを使用した辛めのソーセージですね。これが、はい、男性に一番人気なんだって。ローズマリーとガーリックが入ってるんだったかな。あ、じゃあゴリエちゃんは苦手ってことですか。ゴリエちゃんはね、俺は、あ、なるほど、ローズマリーの香りがもう噛んだし、うわーってきた、きて、何のお肉か分からんけど、言ってみれば羊のお肉とかそういう感じで、あ、普通の豚とか牛じゃない感じがする。でもその癖が好き。そのソーセージ食べて一発目にローズマリーが来るわけないじゃないですか。玄関開けたら、どなたはローズマリー、ローズマリーさん、うん、どなたがローズマリーで、その後ろからお母さん誰なのって来るのが、何の肉か分かんない、多分羊かなんかの肉。本当っすか。そ、どうも、ガーリックはお父さん、お父さん、お客さん来てるからってずっと今から出てこないのがガーリック。あ、なんか、あ、なんとなくいるなって、強くない、ガーリックは。いや、信じられないっす、そんな。カメラ貸せ。いただきます。ローズマリーさん、ローズマリーさん、おはようございます。だろ、あ、うまっ、バレうまい、美味しいよね、バレうまい。これがやっぱ人気ナンバーワンなんだって、東京で。で、この白いのがなんか賞を取ったやつ、はいはい、これは子供も食べれるやつだ。ピロピロピロ出てた、これピロピロ最後こう縛ってるところだ、はいはい、そうですね。これはもうなんか柔らかくて味もすごい強いわけじゃないから子供も好きだよって言ってた。これちょっといってみようね。とにかく普通のソーセージがないね。一個一個癖がある。今回玄関開けたらまず何？これね、玄関開けてください。何この味。玉ねぎですかこれ。何食ってるか分かんない。ちょっと行かせてください。え、でも美味しい。もちろん最初に来るのはシナモンのような気がする。あ、これシナモンのような気がする、ソーセージで。うん、でも嫌じゃない、本当に。なんでこの香草みたいなのと思って、うん、でもお肉がやっぱこう甘いんだよね。これは豚なのかな、甘みがあって中に野菜が入ってるわけ、緑と白の。だからさっき言った玉ねぎを甘くしたやつが甘く感じるのか分からんけど、全然味違いますね。全然違う。これ案外難しいと思う。あ、シナモンだ。やっぱそうだよ。ほんまに分かってる？めっちゃシナモン。あとは変わってない。あとは肉。そうだ。でもさっきのよりソーセージって感じしません？あ、まあさっきのちょっと癖が強かったもんね。お酒進むな。そう、そうなるんだよ。で、そうなるんだよ。でも、ジャサさん飲んでんな。ないっすね、ほんまに。いいな。あ、いいね、気抜いてゲップまでした。燻製食べたいな。お、一口。細長くしたタコス。これどういうことですか。いやいや、ソーセージっすよ。まず辛いの、やっぱり、はい、辛いんだけど、そっからなんかシャキシャキの野菜みたいなのが来るの。へえ。やっぱ燻製にしてるから、いわゆるタコスのひき肉を炒めた香ばしさに似てるし、はい、このサルサソース的なものがやっぱりタコスのサルサソース的な感じもするから、こういう形のタコスをギューってソーセージの形にした感じ。ちょっと食べてみて。ソーセージの姿で騙しているタコスですね。悔しい。え、悔しい？タコス。え、どういうこと？どういうこと？いや、ゴリさんこうですよみたいなのを1個入れたろうと思ったんですよ。タコスです。他のね。いやいや、そんなわけないじゃないですか、タコスが。そんな。ソーセージ、うわ、肉汁エグ。
タコスや。うまっ。燻製で辛くてっていうのが俺はもう好き。これこれ3本のうちやったら一番ビール合わないさ。うん、俺はやっぱりこれが一番かな。俺はもううまっ、好き。これをずっと食いたい。拳握って持ってるやん。うま、ん、すぎ。勝ってんじゃん。勝ったのお前。でも全部うまいね。結局うまいけど燻製のやつずっと食べたいな、できれば。ないないないってだから。もうとにかく瀬長島の海かじテラスのこの雰囲気が最高以外の表現がない。もうゆったりとなんか優雅な、金なくても金持ちになったような贅沢な時間が味わえます。海、沖縄にウキウキして遊びに来る飛行機、沖縄楽しかったなって言って地元に帰る飛行機、そういうものを眺めながらビールを浴び、そして燻製した辛いソーセージを食べ、そして燻製のベーコン、チーズなどなどを胃袋に入れながら、とにかく満足感をこのフロースト東京で味わってみてはいかがでしょうか。3人最高の時間でした。アンシェア、アンシェア。酔ってんな、酔ってんな。ここ見なくない？見る？こっち、こちらに見ない？はい、そうそう、多分こっちは見る。ちょっとシワになっちゃった。雨がどうしても降っちゃうと移動させちゃってごめんなさい。すみません。ありがとうございます。はい。ここにちょっとおっしゃった場合、こっちに貼ってこんな感じにしてるの。ありがとうございます。はい。いいえ、こちらこそありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。ご苦労様です。